というわけで今日はですね、安倍晴明のゆかりの地にやってきました。で、実はですね、前回もね、この来たことあるんですけど、動画をね、制作して YouTube に上げようと思ったら、また違うものになってしまったというか、間違えてアップしてしまって、で、間違えたやつをアップしてしまって、その作った安倍晴明の動画は、なんか消えてたと。また撮影しないといけないということで、2度目になります。こちらには廃墟、小屋あります。2階建てのね、建物なんですけど、なんかのね、土地だったのかな、駐車場のような感じでもなくということで、ちょっとこっちですね。天文の町浅口安倍神社、入り口まで400m、駐車場まで 400m、 行きます。この道徒歩8分、行きます。前回行ったので、まあ大体何があるかっていうのは分かるんですけど、で、実はですね、この安倍神社に行く前にね、まあ、もう多分廃墟があったんでしょうね。屋根瓦とかが、落ちてます、だいぶね。で、電気系統のね、一部、まあ、ヒューズとかですかね、その昔の配線とかが転がってるんですけど。ミルク、マウンテンブレンドコーヒーウィズミルク、これですかね、これ農機具ですかね。建物があったと思うんですけど、やはりこういう場所ですから、まあ、崩れるのも早いのかなと思います。なんでしょうね、どんな感じの建物があったのかちょっと想像もつかないですけど、まあ、今日の撮影が4月の23なんですけど、多分夏になったら多分この道とかね、もう草木が生い茂ってとんでもないことになってるのかなと思います。まだ若干ね、このひんやりしてるというか、結構標高がねこの辺では高いので、まあ、天文のね、町、浅口、言われるぐらいですから。まあ、本当にこの安倍晴明がね、何をしてたかというと、ここ、天体観測をしてたらしいということで、まあ、ゆかりの地になってるわけなんですけど、全国各地で、そういう安倍晴明のゆかりの地があって、まあ、その一つが、まあ、この場所だということで。今登っているわけですけど、よいしょ。結構
すごいな。最初はまあ全然余裕楽勝な上り坂だったんですけど、だいぶ急な坂になったりしているので、ちょっと息が苦しいですね。おっとっとっと、あ、到着しました。これですね、阿倍野神社。タイヤ痕があるので、今車で来ることもできるのかな。そうですね、阿倍野生命ゆかりの地、陰陽師阿倍野生命のゆかりの地として鴨方町と矢掛町にまたがる阿倍野山に残されているという、この地で阿倍野生命が天体観測をしていたと伝えられており、そのためこの山は阿倍山と呼ばれるようになったと言われている。平安時代よし、行きましょう。一応ここまで3分ぐらいで登ってきました。光の地、天体観測屋敷跡。ここに天体観測してた屋敷があったんですけど、どんな屋敷があったんでしょうか。まあ、屋敷があったようなね、感じはしないんですけど、ここにあったんですね。まあ、確かにこの辺はね、ここ以上の山が見えないので、多分ここら辺が多分この辺で一番高かったのかな、山標高が。よし、でも大体多分これぐらいで終わりだと思います。阿倍野神社があって、で天体観測をしたと言われる場所がの屋敷跡が残っているだけ、跡があるだけっていうような感じですね。でもなんかこの先に阿倍野生命のなんか石碑があるらしいんで行ってみます。40メートル先右に入るというのがあったので、多分車はこの辺からやってきたのかな。あ、ここですね。あ、ここですね、ゆかりの地。まあ、先ほどと書かれていたことが内容ほとんど一緒ですけど、これが阿倍野生命の石碑ということで、すごいですね。まあ、こう結構だいぶ登ってきたんですけど、阿倍野生命を
登ってきたんですよね、ここまで。車でもだいぶ長かったですけど、矢掛町の、町からとか、下、麓から20分ぐらい車を走らせたところにあるということなんですけど、ちょっとこの先にもね、なんか、ありますね、こんなところに車が。車が、安倍の生命が乗ったとされる車ですかね、これ。寝泊まりしとったのかな。扇風機もある。すごいな、これ、銃弾が打ち込まれたかのような感じです。いつ頃の車でしょう、これ。当然、ナンバープレートは岡って書かれてます。岡の5239。ちょっと読めないですね、それから。すごいですね。相当古いですね、これ。なんでこんなところにあるんでしょう。なりますね。大同ブレンドと、多分お茶のあれですね。至ってシンプルなね、感じです。安倍の神社っていうのがあって、その安倍の生命が天体観測をおっしゃった時に使われていた、利用し、まあ、住んでた屋敷跡があって、この石碑がある中で、ちょっとしたね、レトロチックな大昔の、車が置いてありました。興味ある方はね、ぜひ行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。